ったかな。ああ、いいですね。皆さん、こんにちは。こんにちは。ああ、どうもどうもどうも。鹿児島大学、法文学部、それから、なんだっけ、大学院、人文社会科学研究科、はい、後期課程の教員の桜井です。どうもどうも、はじめましてでもないんですけど、私に関してはですね、いろいろ喋ってると長くなりますので、ウェブページがありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。で、今日はですね、まず、実は3本撮りなんですけど、小室直樹の世界、これが最近出まして、まあ、なかなか日本の社会学を考える上では非常に重要な本なんで、これについて3点ほどですね、思いついたことがあるんで、まあ、それをちょっと1本目は喋ってみようというわけなんですが、トピックに入る前にコマーシャルがありまして、よいしょかな、はい、南からの社会学、はい、メモってくださいね、はい、インタビュー編、はい、でこれ横維新と読みます。横維新、古きに預かり新しきをなすという、まあ、昔の言葉らしいですが、はい、南からの社会学インタビュー編、横維新ということですね、はい、これが近所で出まして、鹿児島からね、全国の若者に送る珠玉のインタビュー、そうだな、菊野勝則さん、菊野勝則さんのインタビューが載ってますんで、まあ他16人いるんですけど、他16人無視すると怒られちゃうかもしれませんが、愛のお母さんのバーバラ上村さんなんかもね入ってますんで、ぜひ、はい、立ち読みしていただきたいと思います。出たばっかりで、全国の大型書店もしくはですね、南日本新聞社というとこから出ております。直接注文していただければと思います。 Amazon にも載ったんですけど、載ってるんですけど、なんか品切れみたいで、まあ、ちょっと流通がなかなか南九州から千葉までは大変みたいですが、はい、でまあこれは常に映るようにしといてと。で本題は、小室直樹の世界ですね。まあこのぐらい厚い本で、まあ全てを論じ尽くすことはできないんですけども、小室直樹非常に有名な学者で、先般亡くなりましたけれども、まあ3つですね、ポイントとして、お話ししたいということです。一つはですね、どのページに書いてあったかちょっと忘れちゃったんですけど、昨日バスに電車に乗ってパラパラやってたんですけど、どこに書いてあったか忘れちゃったんですけど、一つはですね、小室直樹に関心のない方も使える、ノウハウ、小室の秘密、小室の秘訣ですね、はい、小室直樹は、まあ、どうやって知的生産性を上げたかという秘密なんですけども、簡単に言うと、はい、先進地で仕入れて後進地で売るというわけですね。まあグローバリゼーションですけども、この人はアメリカのミシガン大学 MIT、 それからハーバードですか、行かれてMIT でサミュエルソンに経済学を習ったとか、まあそういうことですけども、まあ基本的にですね、まず阪大だか京大の数学科かな、その後経済学をやってですね、その後アメリカに行って、サミュエルソンとかパーソンズとかそういう超有名な人に直弟子になってですね、で日本に帰って阪大で喧嘩したのかな、それで東大に行って、で政治学で博士号を取って、で最後は東大の社会学研究科かなんかに、まあ、ずっといて、まあ、そこで、有名な伝説の小室ゼミをやったというわけなんですけど、まあ、今申し上げた学問遍歴を見れば、まあ、大体分かる人は分かると思うんですけど、まあ、大体抽象度が高いとこから始めてですね、抽象度が低いところへ行く、まあ、あるいは
先進地域から始めて後進地域へ行くということですね。小室さん、この本には載ってないかもしれませんけど、どっかで小室さんがですね、あ、私の知的生産の技術かな、はい、言ってたんですけれども、その、 あのノウハウは、まあ、サミュエルソンから学んだと。サミュエルソンは、まあ、ノーベル賞を取った、20世紀後半の偉い、経済学者、近代経済学者ですけど、新古典派総合の経済学者ですけど、彼 の、 あの秘密は何かっていうと、数学をバッチバッチやってですね、数学と物理をバッチバッチやってですね、それで、あのハーバードの大学、ハーバードの経済の大学院に行ってですね、当時、経済学はサミュエルソンから言うとまだ後進地域だったと。そこでですね、数学と物理学で仕入れた機関銃を持ってですね、まあ土人の国とか言ったら あのあれですけど、そこに行ってバシャバシャバシャっとこう皆殺しにしたと。まあそれでこう、あのすごい業績を上げたということなので、まあこの本の第一のポイントはそういう、小室の秘密、小室の秘訣ですね、それをまあ皆さんに知ってほしいということです。で、第二のポイントはですね、どこかな、折り目で取れるんですけども、16ページにですね、橋爪大三郎さんが、小室直樹先生の業績の紹介をしてるんですけれども、16ページにですね、まあ、小室 の、 あの日本における知的生産というのは、まあ、大体前期と後期に分けることができてですね、まあ、前期は当時流行っていた社会学の構造機能分析、はい、これの定式化、まあ、なわけですね。で、後期はカッパブックスで、ソビエト帝国の崩壊かなっていうのを出して、ソ連の崩壊を予言したというので、まあ、有名なんですけれども、まあ、そっちの前期の方ですね、はい。で、あの構造機能分析っていうのは今 の、 あの学生さんとかは知らないかもしれませんけど、まあ、あの当時はですね、パーソンズっていう人があの言い出して、これであの社会学もですね、経済学みたいなあの非常に理論だったあの、まあ、通常科学、一人前の科学になるというあの期待が持たれていたわけです。それの定式化をですね、東京大学で、小室ゼミをやりながら、まあ、やったということで、で構造機能分析はですね、この16ページの橋爪さんのまとめによるとですね、1、社会システムは変数が相互連関するシステムである、まあ相互連関論ですね。2、相互連関によってシステムの均衡状態が決まる、まあ均衡状態って落ち着きどころですね、まあ相互連関によって決まる。まあ3、均衡状態に対応してその機能が評価される、評価の値は丸満足できる、×満足できないというわけですね。まあ何か評価する、状態を評価する、でいいよ悪いよって評価するわけですね。4、機能評価によって満足とされた社会システムは維持される、まあいいから続けようかなって感じですね。で丸5、機能評価によって満足されないと評価された社会システムはその前提が変化する、満足できああやめようっていうわけで、こう構造が変わっちゃう、壊れちゃうわけ、はい。でまあ大体、まあ、普通構造機能分析知らない人はあの構造壊れちゃうと、まあ社会崩壊になるんじゃないかなと思うんですけど、どういうわけか構造機能分析の人はですね、まあ、壊れちゃった場合よく変わる場合が多いんじゃないとかっていうふうにまあ考えていたわけですね。でまあそれはそれでいいんですけど、で6、機能評価は一通りでなく複数あるというわけですね。パーソンズとかはあの A、G、I、L とかっていうようにですね、まあ4つ社会システムっていうのは機能評価の仕方があるんだと、まあこれを機能要件っていうふうに言いますけどもね、まあ AGIL っていうのは大学院を、社会学の大学院を受けるときはみんな覚えるんですけど、試験が終わった途端 A がなんで、 G がなんで、 I がなんで、 L が何か、まあ忘れますけど、 G はなんかゴールかなんかかな、はいはい、 I はインテグレートかな、 A はなんだっけとかっていう、まあ、感じですけど、まあパーソンズ版では4つある、まあいろんな人によっていくつあるか変わるんですけど、重要なのは複数ある場合ということですね。複数ある場合、機能要件が複数なんで、まあ簡単に言うと機能要件っていうのは社会状態を評価する尺度、物差しみたいなもんね。ですから物差しが複数あった場合どうなるのかっていうのが非常に重要で、それでですね、この本非常にいい本なんですけど、
基本的に東京工業大学でやったシンポジウムを元にしてやった本なんですが、まあ、簡単に言っちゃうと東大系の人ばっかり集まってシンポジウムやったんで、前提知識を必ずしもはっきり書いてないんですね。で、橋爪さん その小室直樹の紹介っていうのもいいんですけれども、特に文献的情報をですね、小室直樹総目録はあるんですけれども、関連文献の情報というのが必ずしもこの本には載っておりません。それでですね、まあ、ご存知の人はご存知なんですが、ソシオロゴスという年に1回出てる雑誌がありまして、はい、これのですね、後ろの方を見るとですね、まあ、僕が入手したソシオロゴスだったら全てですが、あれ？なぜか第2号から第2号からの総目次が載っております。第1号は何なんでしょう。この瞬間発見した謎ですけど、ちょっと大したことないと思います。就労要約かなんかだと思います。で、就労要約を発展させようっていうことで、東京大学の社会学の大学院生がですね、自主管理みたいなもんで出版したのが、ソシオロゴスで、今でも年1回出ております。で、これもですね、後ろ見ると総目次が出てますんで、だいたいいつぐらいかな、第6号ぐらいかな、そうですね、ソシオロゴス第6号、昭和57年、はい、パーソンズの構造機能分析、常松直行、橋爪大三郎、志田清3人の協調で、同じ項なんですけど、機能要件と許容域、志田清というわけで、それからソシオロゴスの第7号、昭和58年、これはこれがですね、すごい号で、高木秀志さん、私存じ上げませんけれども、はい、ソシオロゴス第7号のですね、第11論文、機能理論は不可能かというすごい論文を書いててですね、まあ、不可能かですから、これ反語で、当然彼の主張は機能理論は可能だっていう、まあ、そういう主張なんですけど、それに対してですね、同じ号の第12論文で機能理論は不可能であるっていう返答論文が載ってまして、で、それの協調者がですね、常松橋爪志田なんですね。というわけで、この第7号ソシオロゴス第7号昭和58年版、これが、機能理論に対する論争論文、論争語、論争、まあ、特集してるわけじゃないですけど、2つだけですけども、大論争語ですね。で、一番重要なのはですね、ソシオロゴスの第8号、昭和59年なんですが、はい、第8論文、志田清さんが、まあ、さっきの3人組のお一人なんですけど、横浜国立大学の今、先生されてますが、第8論文でですね、副機能要件理論の不可能性、ね、かっこいいですよね、不可能性っていうのをという論文を挙げててですね、まあ、さっき機能要件の複数性のことを言いましたけど、機能要件が複数あったら、一般的に、機能主義は不可能であるということを証明しちゃった、記念すべき論文なんです。で、まあ、証明しちゃったんですけど、当然仕掛けはあってですね、アローの不可能性定理ですね、一般不可能性定理、はい、これをそっくりそのまま実は使えるということを志田さんは発見して、で、まあ、この本によるとそれを言った時に小室さんは椅子ごとひっくり返ったっていう話です。まあ、僕その場には私いなかったんで知りません。はい、
で、それから橋爪大三郎さんはこの、本でおっしゃってるんですけども、社会学評論で社会学、日本社会学会の公式機関誌社会学評論っていうのがあるんですが、その社会学評論で、今の橋爪、志田、恒松の3人で協調論文を書いたよというふうにこの本で載ってるんですが、いつの社会学評論かは多分載ってなかったと思います。で、際にで引きました。そうしましたらですね、1984年の6月だそうです。社会学評論の35巻第1号ということで、あの皆さん一生懸命ノートを取ってらっしゃいますけど、これ YouTube に載りますからYouTube 見ながら、はい、ゆっくりあのノート取ればよろしいかと思います。社会学評論35巻1号、2ページから18ページですね、いわゆる関東論文ですね。1984年6月かな、まあ一応ね。で、特集パーソンズ囲碁という特集で、社会学評論で、危機に立つ構造機能理論、我が国における展開とその問題点ということで、まあソシオロコスはどっちかというと同人誌みたいな雑誌ですけれども、社会学評論はあの日本の社会学者にとってはあのスタンダードなジャーナルですので、まあおそらく予備知識がなくてもですね、まあ読めるような論文になってんじゃないかと。ちょっとこれ僕読んだか読んでないかちょっとうろ覚えなんですけど、で、あの今ですね、あの志田清さんが副機能要件論の不可能性を証明して、それは実はアローの不可能性定理を実はそのままほとんど使ったものだということを申し上げましたけれども、実はですね、私もですね、この志田さんのアプローチを知ってたのか知らなかったのか、意識したのかしなかったのかちょっと覚えてないんですけど、これは数理社会学会ですね、理論と方法、第14号すごく懐かしい1993年ですけども、それにあの私桜井の論文、江原的権力の脱却不能性という、はい、論文を書いてまして、当時ですね、首都大学東京かな、江原由美子先生が、文脈論的な意味論的な権力論っていうのを施行されてたんですけれども、それが実は一般的にはあのその権力から逃れることはできないっていうことを証明した論文なんですけれども、ここまでお話しすればもう分かるかと思いますが、これもある不可能性定理のパクリで、はい、セのリベラルパラドックスですね、アマルティア・セのリベラルパラドックスをほとんどそのまま使うことによってですね、江原由美子さんが定義した権力から一般的には人は逃れることはできないということを論じた論文です。まあ、ご関心ある方はあの見てみていただけると、あ、そうそうそう、さっき J ステージで弾いたら、この辺りの理論と方法は全部タダでダウンロードできるみたいです。理論と方法第14号、桜井義雄、江原的権力の脱却不能性ということですね、はい。まあ、以上が第2点で、小室の、知的生産の、まあ、前期ですね、当時社会学理論がね、まあ、通常科学になれるかということで、何でしたっけ、構造機能分析やってたんですけど、志田清さんの、何すか、蜂の一月ですか、あのすいません例えが古くて、はい、で、息を止められたということですね。でその後あの小室直樹さんは、あんまり論文は書かないで、カッパブックスとかそういう一般書ですね、それを書くようになりました。でソビエト帝国の崩壊が30万部売れたとか書いてありますけど、それですごくお金持ちになったそうです。でソビエト帝国の崩壊はそれほどでもないんですけれども、東京大学の本郷で社会学を教えたり勉強したりしてる時に今の、一つのトピックは構造機能分析ですけれども、まあ、それはあの志田清さんの蜂の一月で頓挫して、他何やってたかっていうとマックス・ウェーバーですね、マックス・ウェーバーの宗教社会学の研究というのを、はい、お疲れさおかな
お疲れさんの向かいかなんかに下宿してお疲れさんの弟子になってやってたっていうことで、あのカッパブックスなんかの、本はですね、まあ、そういう、マックス・ウェーバーの宗教社会学、YouTube に向けて喋るとこんなに喉がカラカラになるとは思わなかったもんで、はい、マックス・ウェーバーの宗教社会学ですね。まあ私はそんなに勉強してませんけど、いわゆる経済と社会で の宗教社会学とかね、まあプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神とかは聞いたことあるかな。それから、宗教社会学論戦という形で、宗教社会学論集の中の、かなりの部分っていうのはまあ翻訳されているわけです。でこれが第3点で、まあ、マックス・ウェバーの宗教社会学は重要だよっていうことなんですけど、でここから先は あんまり調べてないんで裏取れてないんで分かんないんですけど、まあ、橋爪大三郎さんと大沢雅史さんが不思議なキリスト教という、まあ、対談集かなを出されましたよね。でまあ私読んでないんですけども、アマゾンでこれ見るとですね、非常に不評 のコメントが多いんですね。で どういうまあどっちが正しいか判定する力はないんですけど、その趣旨はですね、事実誤認だっていう、まあ、まあ宗教なんで信じてる人もいるんで、まあ、なかなか論争になりやすいかとも思うんですけども、アマゾンの不評のレビューの多くはですね、事実誤認だっていうのがどう思うような気がして、まあ、マックス・ウェーバーいつ死んだか忘れちゃいましたけども、はい、まあほぼ100年前ですかね、はい、まあ、マックス・ウェーバー確かにすごいんですけど、マックス・ウェーバー自身古い、かつマックス・ウェーバー自体ね、結構ね二次資料に依拠してる、それは本人も言ってるんで何も問題はないんですけど、今マックス・ウェーバーだけ読んでてですね、〇〇教っていうのはこういうもんだっていうふうにすると、まあ、なかなかそれぞれの宗教に対して研究蓄積その後進んでますから、まあ、なかなかきついところはあるのかなというふうに思いました。まあ以上が小室直樹の世界を読んで、まあとりあえず3つ若い研究者さんたちに伝えたいなと思ったことです。はい、じゃあとりあえず以上でまたということで、一応中締めはしましたけど、せっかくですから質問とかディスカッションとかありましたら、はい、ビデオ回したままでやりたいんですが、先生何かご質問とかご意見とかないですか？本当に社会、いわゆる狭い社会学からちょっと離れるともう分かんないことばっかりで、はい、アロンの何とかって言いましたか？アロンの一般不可能性定理です。どんなですね、アローは経済学者で、一般不可能性定理と、均衡の存在証明で確かノーベル経済学賞を取ったんですけど、いわゆる決定理論っていうやつで、ですね、まあ、人々が、まあ、います複数、はい、でですね、で人々がいろんな選考好みを持つわけです。まあ、好みっていうのは評価半数に翻訳することができるのかな。社会状態がいくつかあったとして、この社会状態は10点、この社会状態は9点、この社会状態は8点というふうに、まあ、評価値を出力するような評価半数、として翻訳することができるんですかね。はい、で複数の人がいるときに複数の人がそれぞれ、まあ、評価関数、サミュエルソンの学説誌でいうと構成関数がいいですかね。僕はこの状態がすごく嬉しい、僕はこの状態 B がちょっと嬉しい、僕はこの状態 C があんまり嬉しくないとかっていう構成値ですね。まあ、好みでも何でもいいですけど、まあ、そういうわけです。その時に社会的構成関数を、そこから合成することができるのかというサミュエルソンの重要な、有名な問題提出がありまして、その時にですね、まあ社会的構成係数だから、構成関数だから社会全体としてこの状態が1番いい、この状態が2番目、この状態が3番目、この状態が4番目っていうふうに合成する時にいくつかの条件を課したわけですね。でアロンの条件は何だったかっていうと、
多分独裁者の不存在かな、まずは独裁者の不存在、まあ、一人王様がいて俺の思う通りが一番いいんだって言ったらそれは話変わったんですよね。独裁者の不存在、それから多分先行の非制約制だと思います。各人が持つ公正に関するとは自由っていうことですね。あと3つかな、無関係対象からの独立性っていうやつで、これまあよく分かんないんですけど何ですかね、なんか全然関係ないことがあったとして、それに対する構成関数、各人の構成関数をずらしたからといって社会的構成関数はずれないとかっていう、まあそんな話かな、そんな話、まあ、ちょっとこの第三基準難しいと思うんですけど、以上ですかね、アーローはね。はい、あ、知ってる、いや質問なんですけどね、ちょっと、はい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 、評価感染に関してその、はい、北緯38度線以北のある国と、はい、日本人が日本の日本、いや、よくないな、その日本の人が食べたビフテキの味は、すいません、もう一つあった、パレット最適性だ、全員が同意するならばそれは社会的に採用されなければならない、この4つかな、多分、はいはい、でこの4つを満たす社会的構成関数はありえないってことを証明したのかな。これがアロンの一般可能性定理で、まあ、まさにあの副機能要件あるときにですね、それを合成した絶対的機能要件があるかないかっていう問いに対して一般的にはないという回答とパラレルですね。はい、それに基づくなら AGIL は成り立たない、成り立たない、はい、一般的には成り立たないというですね、はい、まあ、この一般的にはっていうのは重要で、まあ、私の論文もまあ似たような感じなんですけど、実は一般的にですね、まあ何でもいいですけど、まあ、ハーゲンダッツ1個の社会状態で、ハーゲンダッツ2個の社会状態だったら、まあ、ハーゲンダッツ2個の方がいいよね。美人が2人いる社会状態と美人、まあ、じゃあ2人ともブスな社会状態だったら美人が2人の方がいいよねというわけで、はい、先行の非制約性っていうのは現実の社会ではほとんど成り立たないんですよね。絞り込まれてるんで、まあ、そこに抜け道があるんじゃないかっていう議論が、まあ、一番僕はリアリティがあると思うんですけども、何の話でしたっけ、はい、僕は、はい、37度線の上の、いや、北朝鮮の人が食べる病的な味、まあ、北朝鮮は良くないです、まあ、某国の、はい、某国の人が食べた時の病的な味と、はい、某国が食べた時の病的な味はそれは違うということですか、はい、だから独裁者の存在もあるし、あとそもそもその社会的状態が、ですね、うろ覚えですけど、サミエルソンっていうのはすごくいっぱい経済学における革新をやってですね、実数的公用から助数的公用へのパラダイムシフトっていうのをやったのも確かサミエルソンで、はい、つまり簡単に言うと、まあ、簡単でもないですけど、嬉しさの個人間比較はできるかっていう、まあ、神学的な問いがあってですね、まあ、できなくても構成経済学はやれるんだっていうのが、まあ、サミエルソンの新構成経済学で、で37度線の北の国と、まあ、ここにある国でビフテキの味は同じかっていう問いに対して答えられなくたって社会設計はできるんだっていうのがサミエルソンの偉いところ、個人間比較を避けた、できるともできないとも言わない、できなくても大丈夫っていうことですね。この辺がサミエルソンの偉いと、まあ、数学的な効率主義ですね、アクショニズムですよね、はい、他何かご質問ないですか、はい、アロの本は日経かな、ちっちゃい赤い本で出てますし、それから奥の鈴村のミクロ経済学 1-2 の第2巻でですね、鈴村先生が、超力を入れて一般的証明をされてますが、直感的理解としてはですね、鈴村先生があちこちでやられる2人ゲームかな、うん、あるの一般可能性定理はちょっと N 人で証明できるんですけど、 N 人じゃ大変なんで2人でチェスボードみたいのを作ってですね、この条件入れておくとここはダメになって、この条件入れておくとこことここはダメになって、この条件入れておくとこことここはダメになって、ほら4つ入れたら彼が独裁者になっちゃったでしょっていう、まあそういう
お店ショーイングがありますので、それをフォローされて非常に直感的によろしいんじゃないかと思います。はい、まあ YouTube の尺はこんなもんですかね。はい、それでは皆様さようなら。